頭かかるよ。うわー、キレも素晴らしい。はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっとね、時間が空いてしまいましたけれども、ダイスのね、皆さんの歌声を私は聞きながら本当に素晴らしいなというので、何曲も見させていただいてきましたが、今日はその皆さんから、見ていただいた皆さんからのコメントでめちゃくちゃ多かったファーストテイクでのプロミスを見てくださいと、何名もの方にそうやって書いていただいて、もう早く見たいと思ってたんですけど、ようやくタイミングがありまして、今日ね見てみたいと思うんですけど、これザ・ファーストテイクのちょっとなんかバージョンが違うというか、いつもほらね、マイクのあるところでみんな出てきて歌う感じですけど、ちょっと概要欄見ると、2022年5月3日4日で舞浜アンフィシアターにて開催した初の有観客ライブ、インサイドザ・ファーストテイクサポーテッドバイアハモという、この映像なんです。これライブなんですね。7月1日から1ヶ月間を通して出演アーティストの映像を公開と。で、今回はそのね、ダイスの、映像で、ボーカルの花村聡太さんが作詞作曲を手掛けたツインボーカルの良さが際立つ壮大なバラード、プロミス特別アレンジバージョンの一発撮りライブパフォーマンスを披露と。楽曲の制作費はメンバーの絆を表現した振り付けについて語ったドキュメンタリー映像とともに公開ということで、このね前半戦も今少しだけ見させていただきましたけども、このあと7分51秒のところから楽曲が入るということで、その、会場に向かうちょっと前、 7月じゃない7分18秒のところからですね、今初めて見させていただきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。ダイスプロミスファーストテイクのライブのバージョンということで、再生ポン。誰かと、大野さんちょっと声出し、光が降り注ぐ未来へと、いやーもう高い、あーと花村さん、ブルーッとリップロールっていうね、あーと、いや緊張感あるでしょうね、これ一発ね、ライブですから一発ですけど、いつもこうやって映像も撮っているんで。さあ2人がおもむろに歩いていて、扉を開けて、落ち着かないとと言いながら扉がパタンと閉まって、さあ歩いていきました。インサイドザファーストテイクという黄色い文字が流れてきました。さあステージにお二人が向かっていって、さあ来た、お客さんがあんな円形のステージだ、こんな近くで見てるんですね。さあ来ました、特に拍手があるでもなく、皆さんシーンと見てますね。後ろにキーボードの方と、あれはバイオリンですかね、の方がお二人いて、向かって左側花村聡太さん、そして白いジャケット着て右側が大野さん、緊張しますねと。お客さんたちあえて何も言わないんだね、これ、わーとかね、パチパチとかない。さあちょっとね、大野さんがお腹周りを撫でてます。行きますかとこれ見る方も緊張するね、これ生でやってたら。さあ来た、テン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 、鍵盤の音が鳴って、テカ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 どんなに離れていても描けるよ、距離も時さえも超えてゆく力を、いい方の抜け方、重ねた絆で、大野さん今も抱きしめられたかいなら、光が降り注ぐ未来へとつながるだろう。うかっこいい。I miss you。素晴らしい、優しく出すビブラート安定感。ダラダラで。バイオリンが綺麗に入ってきましたね。ナイスタイミングで。ダラダラで。ふっと息を吐いて花村さん。で、で、で。泣かないで。咲かないで、見えてるものだけが
真実じゃない、耳澄まして、いいですね表現力、研ぎ澄まして、名もない感情が胸に押し寄せてく、すべて大野さん、させても守り抜くと誓う、たとえ悪魔の手を取ろうとも、I love you hero、 すごい、どんなに離れていてもかかるよ、距離も時さえも超えてゆく、すごい力入って、重ねた絆で今を抱きしめられたら、光が降り注ぐ未来へとつながるだろう、 I miss you、 うわかっこいい、 miss you、 柔らかい、 I miss you、 心が掴んでいる、こんなにも、大野さん、 I miss you、強く強くまた、とだけど上の歯が見えて素晴らしい、泣き止んで誇りを振り払って、追っかけて背中が丸太に焼き付いてる、小さい手のひらじゃコロレで、お客さんいっぱい見てる、なら何もかもを引きたいにしてもいい、花々さん、失ったとしてもそれは高い銭じゃかじゃない、交わした約束を果たせよう、わ、はい、わらびらひら、小野さん、いつでも見ていた、きっと誰よりも忘れな心で、うん、花々さん、描いた奇跡はいつか形を変えては、違法という名の道となり導くだろう、 I promise you、 大きい声で、大切なものが増えてゆくほど臆病になり、押し潰されそうな、高い、体中すごいね、高価な、ような知識を記憶が語りかかる、高、あの魚を高さで、I wanna be your hero、 繰り返される、うわ柔らかく高うと、愛情を揺らぐことのない信じ抜く力を願った奇跡、うわ大野さん高いけど優しく、帰っては希望という名の道となり、わあ、I wanna be、 I wanna be a hero、 この高さからまた上がる、たいたもかけるよ、うわー、キレも素晴らしい、超えてゆく力を、うわ、きつなね、大野さんも対抗して抱きしめたらたら、怒りが降り注ぐ未来へとつながるだろう、 I miss you、 うわ花村さん、 miss you、 I miss you、 心が叫んでいる、こんなにも、大野さん、 I feel with you、 I bless you、 強く強く回った、うわとのあの高さ強くいってたーす、うー、これはやっぱり怖っ花村さん怖い、わー暗転してようやくお客さんの拍手がパチ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 と、いやこれはすごい企画だな、まず大きな拍手、もう画面は真っ暗なままありがとうございますと、いやこれはそう、また拍手が一段と大きくなって終了しましたけど、これ歌い手さんの体に悪いわこれはだって
あんだけの人がまずぐっとね静かに聞いてるだけでもものすごい緊張感ある中で、こんな難しい曲、しかもピアノとバイオリンだけ、ピアノと鍵盤とバイオリンだけ、いやこれはすごい。もともとね花村さん大野さんの歌声が素晴らしいのはもう十分分かってるんですけれども、特にこの曲はね、まあずっとキーがまず高い、まあ他の曲もそうですけど、でもずっと高いんですよ、サビのところ、もうこれ私今ね本当にもう軽くですけど、お二人の歌ってるところ今私がどこ見てるかをなぞってますけど、軽くこうやってなぞってるだけでもうしんどいですもん、体が。しかもねあの高さ、まあ花村さんも大野さんもそんなギリギリじゃないと思うんですよ、あの出せる音域のね、もっともっとまあ高音までは本来いける中で、歌の中ですからある程度余裕がある中での高さだと思うんですけれども、それでも普通の男性のキーからしたらもうありえないぐらいの高さ、ダーダーをしかも一瞬出すだけじゃなくて伸ばしてるという、さらにウの音でミスーとか、大野さんもねさっき途中でも言いましたけど、ウーで歌ってるのにウで歌うと普通口ってとんがっちゃうんですよ、ウーだから。だけどそのまま高音出すと出しにくいから、口角が上がって上の前の歯が見えるウ、こうしないとね、あの音ってなかなか綺麗に出てこないと思うんですけど、それを目いっぱいきちっとやってあの高さで伸ばす、この、まあ、技術もそうですけどね、体力、あの高い音をずっと安定して出すためには声の根本って空気の量ですから、あの高さを伸ばすためにはたくさん空気が入ってないと絶対無理なんですよね。だからお二人ともしっかりと空気を吸った上で、その空気をあの高さに全部集めるための吐くペースもちゃんと意識しながら、でなおかつもうお二人ともそうですけど、特に花村さんがこうだんだん力が入ってきて、動きもキレが良くなってきて、あと自分が作った曲ですから思いも入って、クックックってか、あの動き、そして気持ちのテンションも含めて、いやこう体に悪いですよ、いやものすごく素晴らしいパフォーマンス、歌声ですけど、あの会場で見てるお客さんの方も鼻もすすれないみたいなね、途中で咳もできない、もうなんかすごい緊張感の中でやるっていう、まあそれが今回のねこの企画イベントだと思うんですけど、ただでさえファーストテイクというね状況だけでも緊張感あるのに、それをこのライブでやってしまおうと、そしてそのやり方もだいぶそのね演者に緊張感を持たすためにというか、誰も出てきてもお客さんもわーともキャーともね拍手もないしっていうライブの中で、あの緊張感緊迫感の中でこのお二人の歌声はもう本当にすごい、あのたくさんいただいたコメントの中でもなんか見終わると感動して涙してしまうみたいな、まあ内容もねもう絶対その約束を守っていくんだと、決してあの一瞬ねその通ってきた過程ではうまくいかなかったように見えても、それでも長く見た時にやっぱりね約束を叶えに行くんだみたいな、その熱い思いが楽曲としても見事にギュッとこう凝縮されてますけれども、それをやっぱりこの時にしかできない表現、そしてパワーテンションでお二人が奏でている、それを後ろでねバイオリンと鍵盤だけでこの曲を支えてるというのもね結構すごいですよ。これもっとだって後ろドラムとかが全然いてもね、壮大に歌えそうな一曲として、ね、こう成り立ちそうな曲なのに、二人のあくまでボーカルメインで後ろでサポートしつつもちゃんとリズム感はキープして、いやプロ4人のね見事なステージだったと思います。本当に熱いステージ、いややっぱプロってすごいなと改めて思うね、素晴らしいパフォーマンスだったと思います。私もただね一緒にこう聞いて少しなぞっただけでも疲労感できまし出てきましたけれども、これがやっぱりね作品というかパフォーマンス、アーティストの素晴らしさですよ。はい、ちょっと元気な時に見ないとね、なんかこの後ぐったりしそうなぐらいのパワーありましたけどね。いやでもお見事なお二人の
歌声でございました。そして皆さんもコメントで教えていただいて本当にありがとうございまして、まだねスターマイン見てくださいよとかファーストテイクの中でも、それから他のミュージックビデオだったり楽曲もすごいのがいっぱいありますよというふうに皆さん教えていただいてますので、そちらの方もまた見ていきたいと思いますので、まあ、そのように、ね、見逃さないようにしていただいて、よければチャンネル登録も一緒にしていただけると非常に嬉しいなと思います。ということで皆さん、今回はねようやく見ることができましたファーストテイクのライブイベントの中で披露されましたダイスのプロミスという楽曲の歌声を聞かせていただきながら、思うままにお話をさせていただきまして、皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。